形取るんで。はい、チーズ。で最後、はい、いきます。はい、遊びに来たの。はい、なるべくなるべくちょっと真ん中よりやりたい。こっちに寄れば寄るほど絶対難しい。それがダメ。こういって左で真ん中や、ノックで左に取らないから、こっちに行くともこうやって合わせていくから、絶対左でこうやって合わせて、左でこうやって合わせて、絶対左側になるから、右で考えないように歩いて、で左で置いて、右が足に残る。そう、どっちかこうやって、こうやって、こうやって追っていかない、ボールは。こっちに投げる。なおさら。はい。
お疲れ様です、はい、まずは24年明けて自主トレ公開になりましたが、あの体の調子などを含めていかがですか？まあスタートして今3クール目かな、3クール目か、はい、まあ体の張り感というかね、いい感じで張ってて、まあ状態も何て言うかな、まあ、徐々に上がってきながら、まあ、いい感じで、自主トレを一日一日過ごせてるんじゃないかなと思いますけどね。まあ昨年のあのシーズン終了の際には、まあ、ちょっとあの怪我の心配などもあったのかなと思うんです、うん、そこら辺は今いかがですか？そうですね、まあ順調なのは順調だけど、はい、まあちょっと探りながらって感じで、うん、まあけど日に日に良くなっていってるんで、はい、まあ、バッティングだったり、まあ今日もキャッチングしましたけど、うん、まあそれはすごい順調に、ちょっとあんまりこう違和感も少なくなってきて、うん、だいぶこう、まあ、バッティングだったら振り切れたり、キャッチングはしっかり止めれたりっていうのはできてきてるんで、まあ、順調かなと思いますけど、うん、改めてになりますが、梅野さん自身、今回の自主トレのテーマといいますか、目標にしているところをお伺いしてもよろしいでしょうか？そうですね、まずはね、しっかり自分のコンディションっていうのを、ね、整えるのが一番のテーマで、まあ、やっぱりこう実戦も空いて、まあ、練習のね、できる、数多くできるものもあんまり多くなかったんで、まあ、そういうものは数を多くして、しっかり、キャンプまでに、数振り込んだり数受けたり、投げれるときは、まあ、天気もねすごい沖縄今いいですし、まあ、投げれるときは投げてっていう数をちょっと こなしながらしっかりやっていきたいなと思ってます。まあ、また、まあ、連続で他球団の捕手の方をまあ率いての自主トレかなと思うんですが、そこら辺まあ、ご指導される姿もちょっと拝見させていただいたんですけど、見ていていかがですか？いや、まあ、本当に19歳の、ね、子から、まあ、今25ぐらいの、ね、後輩、そして、まあ、もうちょっと上の、ね、27、8ぐらいまで、まあ、幅広くこうちょうどいい年齢層が、ね、こうやっているけど、本当聞きたいことはね、どんどん聞いていいよって言ってるスタイルで、で後輩たちからもどん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 なんかいろんな質問が来たり、逆に自分がね後輩たちにいろんなことを聞いたりとか、まあ、しながら、まあ本当技術以外にそういうコミュニケーションっていうのは、その輪っていうのはすごい充実して、まあ、毎日ね食事も一緒で、まあ、そういうのを大事にしながら一日過ごしてるんで、まあいい感じの野球とプライベートっていうのを、まあ、自主トレならではでね、まあ、他球団の、ね、キャッチャーと一緒にやるっていうのはね、すごいこう、まあ、珍しいことかもしれないけど、この時間を大事にしていこうねと話しながらやってるんで、まあ、いい感じに過ごせてるんじゃないかなと思いますね。最後のご質問になりますが、まあ、残り数週間で球春トライキャンプのキャンプインになるのかなと思うんですが、それまでの期間、梅野さん、どのように過ごされていきますか？まずね、やっとね、スタートの、ね、ところに2024年スタート、去年ね、まあ、すごいこうチームとしてね、いい経験をしてるんで、まあ、連覇という、ね、目標に向かって本当突き進んでいく、その第一歩をね、2月1日、プロ野球の正月といわれるね、球春到来で迎えるので、本当にワクワク感と、まあ、やってやるぞとね、そういういろんなこう感情が混ざったところでスタートしていくんで、まあ、本当長いシーズンにはな、ね、もちろん毎年長いシーズンになるけど、本当にもう、自分のパフォーマンスも含め、コンディションも含め、1年、最後の1年にするためにいい準備をして、この自主トレの一日一日、目の前の一日一日を大事にしながらやっていきたいなと思ってます。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、すいません、こちらお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、すいません、木田越しもらいます。越しもらいます。はい、大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。やべえ、阪神の動画見てる。Did you?